銀兵衛。美しい私、美しい私、美しい私、私はそんな自分が大好きなの。なんて美しい布なのかしら。薄地に七色の光沢が波のようにさざめいて。見たことはないけど、夜明けの海はこんなかしら。欲しい。金蓮さん、何をぼーっとなさっているの？申し訳ありません。楊夫人のお召し物があまりにお美しいので、つい見とれておりました。さすが正門家の奥方様、お目が高い。これは聖域から運んだ最高の絹で、当店自慢の品ですの。よろしければ他にもお持ちしますわ。奥様にお似合いの品がたくさん。まあぜひ。金蓮。何よ。あの店は高いので有名。それに無駄遣いしすぎ。今月分は散財してもうないんでしょ。話がそれてしまいましたね。どうぞ続きを。うちの娘花月は食べることが趣味なんです。それで月に一度料理自慢の奥方様を招いて腕を振るっていただこうというずうずしい会を開いてまして、ご参加していただくお礼として当店からお好きな絹を10着分、娘が一番気に入った料理の方にはさらに1着分お送りしておりますの。よろしければ退屈しのぎにいらしていただけると幸いです。絹10着分、欲しい。料理のことなら節賀姉さんだわ。節賀姉さん、いる？いいところに来たわね、金蓮。これ飲んでみて。うん？まず、これ何？ラクダの乳を発酵させた聖域の飲み物よ。行商人の噂で聞いて作ってみたんだけど。噂？やはり正解がわからないとダメね。でも本物を飲めばちゃんと作れるんだから、飲む機会さえあれば。聖域、それならとてもいい話があるんだけど、一口乗らない？探している料理が食べられるかもしれないわよ。聖域と取引のある店があってね。こうして金蓮は節賀をそそのかして、楊夫人の開く奥方様の料理自慢会に参加することになったのでした。うん、そんなに緊張することないでしょ。今日は本番じゃなくてただの顔見せのお茶会なんだから。緊張なんかしてないわよ。バリバリの平常心なんだから。だからってその平服はないと思うけど。これは平常心を保つためなんだから。最近ますます華やかな席が苦手になっているわね。仕方ないでしょ、苦手なものは苦手。今回だって料理のために来たんだから。お待ちしておりました主人の貞子でございます。
はじめまして。おお、これはこれは、シェーモン家の奥方は噂通りのお美しさ。妻が開く美人奥方の料理自慢会は私も楽しみでして、ぜひうちの絹をお召しになってくださいませ。美人奥方だなんて悪い気はしないわね。今日は他にも大勢奥方様がいらしてますの。各家のお美しい奥様方とそれぞれの法人の方たちです。え？法人？奥方本人が作るんじゃないの？考えてみれば、奥方様がご自分でなさるはずないわよね。私と来てよかったわね、金蓮。ゴーと分かってたらいい法人を雇うんだったわ。ちょっと！それでは奥様はこちらに、法人の方は後ろの席に。え？いいえ、節が姉様。いいのよ、金蓮。何言ってんの？この方が気が楽。絹は全部あなたにあげるから。後で文句言わないでよ。言わないわ。それでは娘の花月を紹介させていただきます。花月、出ておいで。はい。皆様ようこそ。花月でございます。この子ったら、なんて美しい絹を着てるの。私は食べることが大好きなんです。私が毎日食べているおやつをどうぞ。食べて傾向と対策を練ろと。そうみたいね。油と乳とお砂糖、この3つが大好き。多いほど美味しいです。いただきます。あっ、無理、食べられそうにない。ああ、美味しかった。こんな感じの奥様方のおやつ、とっても楽しみにしています。すごいわ、見事に平らげてる。どう？お任せください。皆様、ちょうど新しい絹が入ってきました。どうぞご覧ください。まあ、絹に興味がないから先に帰るわね。はい。あれはさっきの。驚いたぜ、娘のおやつ。あんなの料理じゃねえし。あれが基準ならちょろいもんさ。俺なら同じ材料でもっとうまいやつを作るね。こっちだってもっと見た目にもうまそうなのができるぜ。
喜ばせる自信ありだ。私だってもっと美味しいおやつが作れるわ。のんきなもんだぜ。一体どこに目をつけてんだか。それどういう意味？言葉通りさ。あの娘が本当に喜んで食べてると思うか？ま、そんなのあんたたちには興味ないんだろうがね。絹に目がくらんだ奥方に言われてるだけだし。聞き捨てならないわね。私はあの娘が喜ぶおやつを作る自信があるわ。ふん。あんた、確か正門家の法人だろ。奥方に言っときな。絹が欲しいなら、お宅の旦那様におねだりした方がよほどいい、とね。何よ、自分は名乗りもしないで。失礼なやつ。ラミ女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますと、とっても励みになりますわ。ね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。